はい、こんにちは。はい、今日は、はい、川魚の食べ比べをしたいと思います。今から釣りに行くんですか？そうですね。とりあえずギリギリまだ解禁なんで行けますね。買いました。はい、はい、今回ご用意したのが4種類セット、はい、まず釣りの川魚セットってやつですね。はい、魚編に占うと書いて締めるか、締めるは占うでいいですよ。全然占うか、はい、難しい方の読み方ちょっとしちゃいましたね。あー、すいません。と書いて、はい、アユです。わー、 M ね、はい、M ね。と、お次は、はい、山の女と書いて、はい、山目、アユです。はい、次は、はい、岩の魚と書いて、はい、岩な、アユです。最後はなぜか、はい、あの外来、外来虹のマスと書いて虹マス、アユです。はい、病気ばい。4匹のアユを用意しました。はい、4種類ですね、この、はい、で、まあ正直全部食べたことあります、うん、僕は。そうですね、うん、はい、でもこう一緒に食べたことはないんで、確かにどういう味の違いがあるかですね。どれがもう優劣つけようと、はい、ということで、はい、焼いていきます。まあ、はい、あのシンプルに塩焼きで、はい、一番わかりやすいですね。炭火で塩焼きしたいと思います。はい、はい、じゃあ打ちましょうか。串打ち8年、はい、焼き8年。でもこれね、本当に上手に冷凍されてる感じがする。うん、なんか綺麗かですね。うん、そう、新鮮な感じがする。てか内臓も入ったままなのかな、これ。これは入ったままだね、多分。他のはほらぺちゃんってなってるけん、うん、あ、口から取ってんのか。で、はい、ね、これもう食べる前にちょっと味のあれを言っちゃうけど、うん、燻製するなら、はい、ダントツにニジマスが美味しかった。へえ、今まで作った中でね。なるほど、ね、油がすごい、はい、ちょうどいい感じで、やっぱ養殖とかで、うん、あれなんですかね、美味しく作られてあるんですよね、うん、体に油を持つのかな、油をまといしもの、うん。で、あの、なんだろう、コツだけっていうの、骨だけ、はい、コツだけするにはイワナが美味しい。で、刺身はね、ヤマメのでかいやつがめちゃくちゃ美味しい。へー、美味しいけど、でもなかなか手に入らないし、うん、寄生虫いるからね。なんでもいるんですよ、川魚は。だから、絶対美味しいんで食べてみてくださいってね、無責任に刺身とかセゴシとかの話する人いるけど。美味しいけど怖い。ヒットする可能性あるけんね。川の寄生虫はなかなか大変ですから、うん、でも養殖のとこやったらですね。そう、養殖だったらね、本当美味しく食べれると思う、うん、天然のヤマメもある程度でかくて、うん、で、カニとかエビとか食べてるような顔に住んでるのはね、本当サーモンみたい、味もサーモンみたい。味もうまいんだ、それが。うまいんだ、うまいんだ。はい、とりあえず、させました。はい、ありがとうございます。塩はね、あのおしゃれに振るのどうしようかな。これ、焼く前にしましょうか。はい。焼くときに。はい。じゃあ、行きましょう。はい。たくんじゃ塩をお願いします。はい、ありがとうございます。でも、まだまだ焼けんけんね。ですね、置いときますか。マリも取るなよ。振りじゃないぞ。すごい顔でこっち見よっけど。食べちゃダメだよ。食べるなよ、お前も。川魚は食べないや。味しか食わないね。ボン。うちの方しか使えないんすよ。これがうちの方ですね。児玉善逸は。児玉善逸。違います、ちょっと今 C してたんですけど、おしっこしてただけみたいでしたね。おしっこしてたんですね。 C の方です。 C の方、 C の方。なるほどなるほど。どっちかっていうと水の呼吸でしょうね。尿の呼吸。はい、じゃあ紐ついてきたんで、はい、塩をすり込みます。すり込んで、ああ。はい、あ、網なくていいんじゃないかな。あ、そうなんですか。うん、橋そうそうそう、たぶん、浮いて皮がベラって剥げる。ベラベラじゃないけど、ベラ。妖怪に人間、どうぞ。
まで待てないやろ。あの歌なんかもうしっくりこないですよね。あれで終わりみたいな。ああもうちょっと長く。なんかしっくりこないあの歌。グラいさだめこ人がせへんペラペラ妖怪に向けん。なんかしっくりこない。なんで最後妖怪に向けん。しっくりこないあれ。これ七輪で焼くとこっちで焼くもやっぱちょっと味違ってくるんですかね。いや一緒でしょ。一緒です、ね、っていうことで。じゃあ俺は遠火からいきますね。はい。現代のもうじゃあ昔ながらの昔ながらの製法で、はい、じっくり遠火で焼くんですね。近火で焼くよ。はい、じゃあこれ焼いていきますか。はい。なんでしょうこれ。千と千尋の川の神様が帰っていく時でした。いいね。焼けてきてますね。めっちゃ炎上がってますからね、油垂れたら。なかなか焼けません。難しいね、やっぱり七輪で何匹も焼くっていうのは。でもこちらがちょっと風情があるでしょ。そうですね。いや楽しみだな、誰が一番美味しいかな。ほんとしのぎを削ってますからね。俺やはい、ということで、はい、焼けましたね。はい、焼けました。こっちの方がね、やっぱ火力のところですね。あれがすごいですね。はい、こっちで焼いて、はい、こっちにも移しております。はい、ですいません、皆様も魚の味を比べると言ったんですけど、はい、本当はただこれがしたかっただけなんですよね。大ジョッキ、はい、メガジョッキですね。はい、どうぞ。これ300、これ何ケ、これな、500じゃない、470、うん、うん、でこれ700ぐらい。うん、やばい。やっぱうん、ちゃんとしたノンアルコールは美味しいな。ですね、麦ジュース、うん、甘いもん。ちゃんとノンアルコールビールです。よいしょ、これがやりたかった。じゃあはい、食べ比べですね。食べてみましょう。まあ自分の中の想像では、はい、イワナヤマメらへんがさっぱりしてるから、それから食べようかな。はいはい、アイを多分一番最初食べたら油がすごいから、どれがどれかわからんですわ。これちょっとほっそりしてるやつ、これかな。こっち、それですね。こっち、うん、それ。これがニジマス。で、内臓が出てるのがアユで、ね、うん、これヤマメ。ヤマメ。うん、焼いたらわからんわ。じゃあ、イワナからいただきます。はい、イワナちゃん、いただきやす。うん、うん、ほっこほっこ。うまい。美味しいです。うん、でもね、食べた感じ、これ、思ったけど、ヤマメに似てる。似てますね、確かに。うん、もう香りがヤマメに似て、うん、どうしました？ちょっと待って、どうしました？どうしました？このシワはどうしました？食べられた、うん、コンビニ。おいしい、うまい、うまい。これがアユでニジマスだったから、はい、これヤマメ。ヤマメ、はい、ヤマメ食べてみましょう。大丈夫です、ね、油が、うん、熱い。10も言ったよね。サクもあったけど10も言ったよ今、うん。俺なんかヤマメの方が、ヤマメの方が脂があるのかなこれ。うん、これすごいジューンってなってる。うん、おいしい。今んとこヤマメだな。うん、あでも俺結構イワナのシパシパと思って、うん、シパシパ言うんだけど、川魚の癖はヤマメの方がありますね。じゃあニジマスちゃん。ニジマスちゃん、うん、癖はあんまりないね。ですね、食べやすい、うん、本当食べやすい。やっぱニジマス、うん、うまいや。ニジマスは美味しい、うん、うん、うまい。ニジマスうまい、うん、俺も今ランキングニジマスが、うん、トップになりました。海の魚に近いかな。うん、確かに鮭、うん、あれ、ニジマス。じゃあ最後、うん、あこれも飲めないです。重いこれ、塩気ですね。疲れる。で、これが一番独特な、はい、あゆちゃん、あゆいただきます。
あ、なんこれ、あれだ、うん、油がやばですね、これ、うめ、油っしょ、この数字になってんの、うん、固まってますね、これ、うん、やっぱ独特だけど、これもそうですね、おいしいということで、うん、あゆ、あ、これは綺麗な皮で育ってると思うから、内臓も、内臓は、うん、そのままですね、あ、でも内臓うめえな、うん、苦くて、うん、サンマに近い、ああ、そっかそっか、うん、美味しい、ちょっと内臓が好き、うまい、えら、うん、うん、苦い、苦いね、うん、苦い、苦いけど超うめえ、うまっ、うん、すごい、でもこれコーツつけがないかな、うん、どれが一番うまいかな、うん、これニジマスが一番食いやすい系、ニジマスが一番、うん、次イワナかな、うん、ああそう、はい、うん、俺はね、うん、あーこれ食ってるっていう感じがするのはアユかな、うん、あーでも、うん、確かに確かに、お酒とか飲みながら食べたいなっていう感じはアユ、うんうん、で、普通に魚としてうまいって思うのはニジマス、うん、であとは、まあ、なんつうかな、食べ慣れた味ヤマメ、なんかご飯のおかずですね、ニジマスは、うん、なんかそう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 、うん、そういう感じだね、酒のあれは、できたやつみたいな味が、うん、あの、こいつがしますね、あゆ、うん、でも、俺が小さい頃持ってた魚図鑑にはさ、や、あ、イワナ、ヤマメよりまずいって書いてあって、かわいそう書き方、まあまずいことはないもんね、うん、ちょっと油が足りないけど、そうですね、確かにパッサパサ、さっぱ、うん、さっぱりして、うん、もう一回イワナに戻ってきたらパッサパサそれをなんかあれ、うん、コツだけにしたら美味しいんじゃないかな、なるほどなるほど、癖が強くなさすぎて、うん、いやうまいっすね、美味しいですね、やっぱり小魚好きだな、うん、海も好きだけど、たまにやっぱ川の魚食うと美味しいですね、見るがすね、でね、でかい、ということで、はい、今回、川魚4種類を、はい、味比べするふりしてビールを飲んでみましたノンアルですけどね、いや、この雰囲気がね、いいですね、もう外でバーベキューしながら飲むってやつが、はい、楽しかったです、はい、ありがとうございました、めっちゃうまい、うん、ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。